皆さんこんにちは、綾部長です。駿河屋の新宿、丸屋アネックス店で、たまたま、今廃盤商品のレールセットがあったんで紹介していきたいと思います。それがこちら。じゃん、いっぱい車両を走らせよう4段タワーレールセットです。なんとこれが駿河屋で税抜きだと3100円の税込み3348円で買いました。まあこれはというと多分2014年ぐらいに発売されたものですね。今では廃盤ですね。まあ後ろを見るとこんな感じですね。いろんなレイアウトを作ることもできますね。あとおもちゃ作りのエコ、おもちゃ作りエコですね。はい、まず早速では、開けていきましょう。駿河屋で買う前にちゃんと中身確認してもらって、まあ、仕切りとかそういうの入ってるか、まあ、新品と同じようになってるか確認したら、まあ、動画でチェック見てほぼ新品だなと思って買っちゃいましたね。はい、まずこれが福袋プレゼントのものと、あとでプラレールガイドですね。あと後ろにはこの説明書ですね。で今回は伏線レールと直線レール、ブロック橋脚、伏線ブロック橋脚が主についていきますね。例えばこんな感じの、こんなに遊べる広がるプラレールガイドで、ページをめくると、で基本のレイアウトや、まあ例えば発展的なレイアウト、あといろんなレールを利用してそれをつなげることができますね。はい、まあそんな感じで早速ですがこの箱から出していきましょう。これほぼ新品同様の状態です、ね。いやー、これずっと欲しかったんだよね、自分的には。いやー、これは廃盤だったけど、てか定価を調べ、普通の値段を調べたら4800円ぐらいですね。税抜き多分税含めると5000円いくかいかないかですよね。はい、はい、こんな感じで出てきました。曲線レール24本、伏線曲線レール8本、ブロック教育が16個、伏線ブロック教育が8個、プラレールガイドが1冊の、これが取扱説明書ですね。やっぱりちゃんと揃ってますね。早速ですがレイアウト組んで、プラレールトーマス車両を走らせていきたいと思います。で、いこう。レイアウトがこんな感じできました。上にはトーマスのグラグラつり橋セットの貨車と、あと頑張り側のトーマスにミルクタンク車と、燃料タンクと、あとバーティースタンディの後ろに貨車と、マイフレンドトーマスの後ろに兄とクララベですね。早速ですが走らせていきたいと思います。多分トーマスが3台でしたらご乗車ください。これが4段タワーになるとやっぱり車両を中心に走らせるのは結構盛り上がるもんですね。あとは走行支援をさせてくださいますという。
はい、よ、いっぱい車両を走らせよう4段タワーレールセットの車両の車両たちの走行シーンはいかがでしょうか。まあ感想としてはやっぱり4段タワーでいろいろと橋を追加するともっともっと面白いかなというふうに思いました。はい、いっぱい車両を走らせる4段タワーレールセットいかがでしょうか。まあ走らせる感想としてはやっぱり特にブロック橋、伏線ブロック橋脚とあと伏線レールがなんか単品、多分これ単品で買ったら多分3348円よりもっと高いと思います、思ったし、まあこれが単品、これがセットになって、まあ、自分的にも買えてよかったし、また買いたいなというふうには思いますね。まあ、上級部品たくさん、まあ、トーマスいつかは広げたいし、まあそんな感じ、まあ、これはいいセットだなというふうに思いました。皆さんもぜひ、中古店やいろんなところを探して買ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。